お疲れ様です。さあ、ここはどこですか？岐阜県です。岐阜県。はい。お、元気よくなってきたね、お前。俺の下僕やって何日だ？下僕何日目？下僕を突っ込めよ。今日は、ね、岐阜県鏡原インターからもうさらに20分ぐらい走ったとこ？走りましたね。はい。で、ちょっと今これ大きい物件ちょっとやってるんですけど、はい、来たらびっくりした。こんな大きいなってんだろって。まあ、今日は自給自定なんで、まあ、ちょっとこれね、はい、もう職人さん分だけでシーリングが入ってる。シーリングが2日目かなんかっつったかな。でちょっとまあこんだけの物件、まあ、今日4人ぐらいでシーリング入ってるんで、はい、ちょっと見ていきましょうか。はい、ぜい、お疲れ様です。えい、元気？はい、突然来たらびっくりした。何やっとんだ、隠れて逃げるね。お前ヘルメットかぶっとるか？ぜい、お疲れ様です。使っとるね。あれが場所使ったんだよ。この辺もやっとん？まだやってない。まだやってないですね。先に南面のバルコニーを落として、うん、あとは両詰まりで最後。あ、ほんと。この辺も全然やってない。そうですね。あ、結構あるなこれ。ニンクでいくらと言われてか LC で、これ内側も全部やる？全部やりますね。内側も？内側も。こういうとこどうすんのこれ？取ってますね。あ、全部自分たち取る。でもこれ、ここ何の話か取れんだろう。いや、取れるんですよ。これ、撮影します。どのファンだっけ？やっぱり焦ったかよ、お前。これ取って。あ、おるじゃん。お、それいい。これ取って。あ、ここは使えるんだ。面倒して部屋が突然人落ち入ってたもん、びっくりしたわ。お疲れ様です。もうこれ、あんま売った方がいいじゃん。泥棒が真似すんじゃん。モザイク、モザイクかけて。モザイク。ね、こういうのついてるとこは、うん、自社施工の時は自分らで取ります、僕らは。自社施工できます。これでも大体これでいける。大体これでいけます。あ、ほんと。これだったらもう撤去だけなんで。うんうん。多分結構もうシールが死んでるもんで、ここ。うん。何、何、死んでるって。ダイマーが死んでるんです。どういうこと？引っ張ったんこれ。ねえな、これシールってな、毎日これだよな。よく塗装職人がやるとこあるじゃん。なかなか難しいよ、これ。毎日これやってるからな。この音な。すごい。うん。ああ、これは早い。ああ、ほんとだ。ほんとだ。うわ。ほんとだね。プライマー死んでるもん。そうです。えらかかん、まあでもこれぐらい早く取れると手間くるけどな。これマジラッキー。嘘。だってほんでインク見とるもんな、やっぱ。これが取れんのもあって。住宅だとなかなかだろ。はい。たまにめちゃめちゃやばいやつあるよ。3面接着して裏にもついちゃってるもんね。全く取れんじゃん、多分。で、深いやつだともう地獄です。結局奥にくっついたからだよな。そうですね。なんで奥にくっついたから。3面接着になっちゃうんで、うん、で動きについていけなくなってシールの両サイドしかくっついてなかったら結局ここに引っ張られるけど、結局こんなの後ろがくっついてるとこことここの引っ張り合いになっちゃうから、かなり切りやすいかもしれない。動きについていけなくなってここのこっちでいけんのな。どっちかが切れる。せっかくこうやってこのこうやってゴムがさ、こうやって、まあ、弾力があるのでさ、結局3面にくっついてるとここで引っ張ってるみたいな。だからすぐブチって消えちゃうけど、これ2面接着ですよね。まあ、ここの方向に引っ張ったら、こうやってね、ここのここで引っ張ったら、ついていけるのかな、ついていける。だからここの引っ張ったら、もうここのここの収縮になっちゃうから、何消えてるのかな。はい。まあ、そうやって言うと、いち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 ゃなんか職人みたいな気が、どうぞ。ひっちいし、引き上がすな。バーの。インスタに教えてください。あんまりいいでしょうか。はい、ご褒美です。ご褒美です。どんなにご褒美だ。食べるんですか。甘いのはなんともだ、いいやし。糖質とか、糖分。そういうのは、これはもう全部撤去するの。あの周りはもう全部撤去するの。年代とか。あ、年代？これよく言う年代ってやつ。ここやらん業者が多いもんね、女性さんとね。あ、あった。あ、いや、発明家の仕事で、なんか年代はやらんでいいよって。あ、年代やらんでいい。今やったらそうか。ハウスメーカーの仕事で、ね、うちの乗り換え同士の仕事じゃないんだから違う。お客さんから回ったんじゃなくてハウスメーカーからやるんで、あ、まあ新築もやってるところの回収ってことかな。そうですね。よく多いのは新築業者に頼んで建ててもらって
新築業者が塗装取りに来るんだよ、10年15年ぐらいで。でそういう物件で、まあ、塗装の知識ないからな、奥深いから本当に塗装は。で塗装の業者さんって結構みんな今すっごいしっかりしてるからさ、 YouTube も結構いろんな会社も上がってるでしょ。ってこれ面談の撤去しかないの、結構大変なんだ。これ刺し傷つけたから、これ完璧に貼らねえの、貼らねえの。気づけたら終わりだな、刺したら。気づけたらごめんなさい。そしたらお前来て、おお、さすがプロフェッショナル。こっちも結構しんどるんだ。うん、しんどるね、すぐ取れるね。大変だぞ、切るときは。もうこれでもいいぞ。でも絶対気づけずにはなかなか難しいですけどね、きれいにやろうと思ったら。まあ回収だとなかなか難しいのは新築じゃないよな。で、撤去汚ければ別に傷は絶対つかないですけど、綺麗にやろうと思えば思うほどどんどんなんか、まあまあそうだよな、どうしてもたまにいっちゃうって感じです。はい、これぐらい。ただ絶対気にはしてますけどね、傷っていうのに。自分のところで塗装やってんだったら知り合いの職人さんに頼んだ方が早いよな。はい、この前も、塗装屋から頼まれるのもあるしさ、設備屋さんって、あの洗面台とかつけて、自分で仕入れ打ったりするんですけど、ちょっと難しいやつとかだと、違う業者に頼むんですよ。ああ、新の専門のところな。いや、僕が最近入ってる新築の現場で、設備屋さんがその洗面台をつけてからのシールを、設備屋さんっていうか、大工さんみたいなやつですかね、が、自分らができるもんで、まず、設備屋さんってなんか、フード周りとかも自分でシール打つじゃないですか。ああ、そうだよな。まずそっちに依頼したんですよ。うん、で、物を見てもらって、いや、これちょっとできんねって話になって、で、僕の方に話が来たんです。本当。あのね、お前がやり方な。知りだけな。知りだけ。それぐらい、やっぱね、多く深いよね。じゃあ、今日は、岐阜県鏡原。はい。で、シーリング、山口の現場。これ、こんだけ大きい物件もやる。これ、何階建て？ 5 階建て。5階建て。1階が店舗になってます。1階が店舗で、5階建て。まあ、ちょこちょここの大きい物件も。増えてきたったこの2、3年やっぱ増えてきたよな。でも最近ちょっと増えてきたんですね。ちょっとしたマンション系、アパート系がコロナも教えてちょろちょろ出てきたですね。今度じゃあタイルのシールを、ね、タイルの、いいねいいね。今ないんでタイル最近、はい、あ、そうだね。大体僕が入ってるとこって LC とか RC とかなんか大きいけど、あ、そうだよな。でこれでもまあ結構本体の人間もおるけど、本体の仕事以外外注もさ、足場班みたいな感じで仕入れも外の仕事やってるんだな。そうするとお前はもう結構、まあ、メインで外の仕事をメインでやってる。なかなか取れんねん。アポと取らんとか、まあ、今日はね、トツアポで来ましたけど。そうじゃないですか。あっそれは突然じゃないですか。へぇなんかお前だけど、何が驚くって最近お前が喋れるの。最近酒減らしてるもんね。あ、そう。酒頭がちょっと回るんですよ。いや、病院に入院した動画もあるね。ちょうど1年経ったんですね。あ、もう1年経ったんですね。もう1年か。これぐらいの時期に入院しとった。あれ、もうまだ1年。あ、マジ？でもまだ 目の色悪いもん。見て、映してこいつまだ目がほら内臓が完全、あの時すごい広がったもんな。じゃあ今日は家に泥棒になる方法をお送りいたしました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、まあね、まあね。